気になる部位ができた原因って何だと思いますか？すべて体幹なんです。体幹が弱ってしまうことによって気になる部位と気にならない部位ができる。ほとんどの方が気になる部位を鍛えてしまうんですが、原因は全部体幹なんです。今回体幹を20秒1種目として鍛えていきます。お腹、お尻、足、二の腕、背中、気になる部位が1個でもあるよって方は一緒に頑張っていきましょう。まずは体幹部をしっかり使うためにストレッチを行います。四つん這いになります。ほとんどが体幹部のストレッチの場合、上下しかやらないと思うんですが、大切なのは横です。体を横にひねることが体幹部のストレッチに効果的です。右を向いたらまっすぐに戻る。いきましょう。スタート。息を長く吐きます。片側の腰が伸びてる感じがあればバッチリです。はい、OK です。次は反対向きです。いきましょう。スタート。息を長く吐きながらお尻と肩を引っ付けるようなイメージで体幹部伸ばしましょう。はい、OK です。次は上下動かしていきましょう。スタート。体幹部のストレッチって分かりにくいので伸びてる感じしないよって方も同じように動いてれば伸びてますので安心してください。OK。 足肩幅で肘をつきます。膝ついたまま体を持ち上げましょう。このままお尻を左右に振っていきます。いきましょう。スタート。できればお腹をしっかり引っ込めて息は長く吐きましょう。クイックに動かします。キュッキュッキュッといった感じです。OK です。今の動きに加えて右右左左っていう感じで動かします。スタート。今度はさっきよりね体幹が少し鍛えられます。片方の脇腹ずつ鍛えていきます。はい、 OK。 膝曲げて今度は肩から膝までまっすぐにするイメージで足を振っていきます。スタート。前ももを床から離して膝をつけたまま足振りましょう。息を長く吐きます。はい、 OK。 一度座って肩をちょっと回していきましょう。いきます。スタート。プランクは肩少しだるくなるんで一回リセットをねして肩の疲労を飛ばしていきましょう。気になる部位より先に肩が疲れてしまうと意味がないのでほぐしましょう。はい、 OK。 通常のプランクの状態からお尻をキュッキュッキュッと動かしていきましょう。いきます。スタート。下げたら持ち上げます。これでお腹をしっかりね伸ばしていきましょう。はい、 OK です。肘の位置を片方だけ前に出します。反対の肘は同じ位置です。肘を前に出してる方に腰をひねっていきます。いきましょう。スタート。ひねったら戻す。これでね肘を伸ばしてる側の脇腹を使っていきましょう。グッグッと。OK。 反対も一緒です。これラストです。いきましょう。スタート。グッグッとね
息が止まらないようにしてください。はい、 OK。 それではクールダウンしましょう。体の力を全身抜いて揺らしていきましょう。スタート。胴体部分をね、ちょっとストレッチするようなイメージで楽に動かしましょう。クールダウンはね、すごく大切なので。 OK です。お疲れ様でした。気になる部位が一つでもあるよって方は、体幹部を使って体のラインからまずはリセットしましょう。頑張ってやった方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。